はい、こんにちは、T6のトシです。ギターケース問題、何でしょうね。ギターケース問題、ギターケース問題って、どんなギターケースを使ってもいいんだけれども、もちろんね、今はね、いっぱいあるよね。いや、何が言いたいかというとですね、最近すげえ気になってんだけど、ステージね、本番でステージ上がるときにギターケースを持ってで、ギターケースにギターを入れて、ステージに上がっておもむろにギター出すわね、で、その、まあ、大体ソフトケースだったりもするんだけど、で出してそれをケース空のケースを横にポンこう立てかけたまんま演奏するっていうね、見受けられるんだけど、これが俺はどうもね、解せないというか不思議なんだけど、まあこれはだけど考え方次第だからね。これ全然いいとか悪いとか言ってんじゃないよ。その人がいや、それで俺いいんすって言うんだったらそれでいいわけさ、いいのね。だけどどう見えるかっていうのをね、そのちゃんと考えて、何度も言うけど、それでいいって言ってんだらそれでいい。だけどこれ自分は割と古い考えからかもしれないんだけど、ステージっていうのはやっぱりちょっと日常とは切り離したね、空間的な風に考えてるんで、練習スタジオの延長線上でステージがあるみたいに見えられるのがすごい嫌なのね。自分の場合はだよ。自分はだから一応ね、上がるときはステージ衣装着たりとか、いろいろちょっとこうステージですよみたいないかにもステージですよっていう風にやるけれども、まあもちろんプロじゃないから、なかなか自分でセッティングしたりしてるわけだから、もうその時点でかっこ悪いんだけど、でもね、なんていうのかな、こうギターケース持ってって上にやってギター上げて、ケースを開けて、でジーってケース開けてね、ポッて置いてこうやるっていうのは、どうもそのほらステージ本番中ずっとギターケースが見えてるわけじゃんね、リッターとか見えてるわけじゃん。どうもそれが自分としてはあんまりこうかっこよく見えないからね、どうなのかなと思うし、逆の考え言えばそのぐらい適当に来てるのにすげえかっこいい演奏してるんですよ、俺たちかっこよくないっていう見方ももちろんできるよ。ビーチサンダル履いて適当に演奏してんだけどめっちゃかっこいいっていう考え方もすげえできるよ。すごいステージ上かっこよく決めてんのに歌も演奏も下手でしたっていう場合だってもちろんあるわけだからね、なんとも言えないんだけれども、まあ、自分としてはそこのところのね、そのね、ギターケース問題なんですよ。一番大きいのがギターケース問題なんです。一番分かりやすいでしょ。ステージ衣装っていうのは、それがステージ衣装なのか、普段着なのか、まあちょっと曖昧な場合もあるからね、なんとも言えないんだけれども、ギターケースっていうのが一番分かりやすいなと思ってて、ギターケース問題なんですよ。このギターケースを持って上がるのはね、冒頭でも言ったけれども、自分はそれでいいんだってちゃんと自覚してるんだったら全然それでいいです。ただ一回も考えたこともねえやっていうんだったら、一回考えてみるのもいいかなって思うのね。さあギターケース上がってする姿がかっこいいのかどうか、お客さんがそれで期待できるのかどうか、お客さんも関係ない、考えてないかね。なんかね、ちょっとねそれを思うんですよ。余談になりますが、新日本のねアントニオ猪木っていうのはですね、アントニオ猪木はですね、これ全日本と考え方が違って、昔の話だね、ごめんね。新日本プロレスと全日本プロレスっていうのがあって、全日本プロレスっていうのは馬場さんの方ね、で新日本プロレスは猪木の方で、全日本プロレスの方は馬場さんが試合前に結構うろちょろ、選手もうろちょろしてるわけで、馬場さんも、T シャツのグッズ売り場だね、そういうところにね葉巻くゆらせてこうやってねいるわけ、こうやって馬場さんが。で「おお馬場さんじゃん!」っつって、でみんなわーってこう行くじゃない、でグッズ買ったりするわけさね、そういう感じなので、結構選手も割とこうざっくばらんにちょっとうろちょろしてるわけよ。それが全日本。新日本はどうかっていうと、まず有名な選手は外出てこないわけ、絶対に。でアントニオ猪木も絶対に外に出てこないわけ、試合が始まるまで。でお客さんの目に触れるのは、初めて目に触れるのが
メインイベントのアントニオ猪木の試合の時に初めてアントニオ猪木の入場ですって言って猪木ボンバーで出てくる時、初めてお客さんはアントニオ猪木を目の当たりにするわけで、それはわざと猪木がそうやってるんだけれども、その試合前までには絶対に俺はあのお客さんの前に出ないと、出ちゃったらもうね、あ猪木じゃんってこうなんていうの、興奮がね、感動が薄れるから俺は出ないぞというそういう演出をしてるんだけれども、これはまあ全日本と 新日本の違いでね、どっちがいい悪いじゃないし、全日本は全日本のこのほのぼのとしたこの選手が近くてこういいじゃんっていうね、あれもあるから、馬場さんが結構いるんだみたいなね、もあるんだけれども、まあ、それとギターケース問題がどうリンクするかっていうなんか難しいんだけども、そういう感じ、その、うん、非常に身近な感じを見せてもいいのか、ちょっとこうステージ上がる人やっぱ特別だよねって思わせた方がいいのかっていうのはね、ちょっと考え方次第なのかもしれないけども、このギターケースに入れてステージに上がっちゃうかどうかで、ギターケースをそのまま置きっぱなしにして演奏しちゃうかどうかっていうのでも、だいぶこの現れてるんじゃないかと思うんでね、その辺もちょっと一回考えてもらえればいいかなって思って、ちょっとコメントしてみました。はい、ありがとうございます。